買ってきました。うまうまいっすね。パンは売ってました。まだこれが超美味しいんですよ。もち麦バター入りマーガリンサンド2個入り、2つあったんで2つ買い占めてきた。あともち麦の粗挽きソーセージフランス、ブランパンくるみ&ハイカカオチョコ2個入り、これ買ってきました。これ超美味しいんですよ。このローソン閉店するみたいです。低糖質パンで糖質も少ないのに、こうマーガリンがねこう入ってて美味しいんですよ。めっちゃ、うん、うまい。低糖質なのに普通に美味しいって。でこれにこのねローソンのアイスカフェオレとかと一緒に飲むと最高です。うん、うまいね。純粋に太りにくいんだ。もうやることないんだけど、どうしよっか。どうしますかね。やったー10個やったー、あざっす10個やったー。お菓子あざっす。誰のサブ開かないやろ。あーやったー10個カフェドリンクやった。これ1個結構高いやつやね。これ結構1個するやつじゃない。これ高いよね意外と。あーやったーインターナス、あーと匿名の方、あざっす、やったやった、セキオセキオセキオやったー。これあれっすよね、このカフェとかも結構高いよね。あーやったーやったーやったやった、めっちゃ来てる。やばい、石油石油石油、あーレンチャン石油、やったーやったやったやった。誰のあのサブアカかわかんないですけど、ありがとうございます。やったーありがとうございます。ありがとうございます。落下やったやった、行くよ行くよ、やばいめっちゃ来てる、やばいやん。うわーめっちゃ来てる、やったやったやった、せきょう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 、やばいめっちゃ来てる。わお、粗挽きのやばいめっちゃ来たよ今日。めっちゃ来てるよ。あれどうなんか、どうせ配信しても稼げないなと思ってたのに今日稼いじゃったな。うん、やった、ローソン代出たよ。これ全部で700円ちょっとだったんですよ、パンとカフェオレ。ガソリン代がまあ100円200円だとして、まあ1000円ぐらいだと思うんですけど、ローソン代余裕で出て、むしろ浮いちゃったよ。ローソンのパンはいいね。
低糖質なのにちゃんと美味しいっていう。まあこのウインナーのやつは正直そこまで特別美味しくないけど、低糖質だからね。バターのやつちゃんと美味しいから。バターじゃない、マーガリンか。ブランパン、くるみ&カカオチョコ。これは美味しそうだな。うん、これ美味しい。うまい。中にチョコがちゃんと、チョコソースみたいなの入ってる。チョコソースみたいなの入ってて、くるみが入ってる。美味しいね。あ、これで、ね、低糖質だから。うん、まあ、低糖質つまりは太らないってことだ。糖質が太るから。太るのはご飯とか麺とか甘いものって太るの。なんでかって言ったら糖質だから。で、肉って意外と太んないのよ、糖質がないから。ご飯とかパンとか甘いものが太るの。ご飯とかパンって、いやパンじゃねえや、ご飯とか麺とかって食べて消化したら糖質に変わるから。そう。肉って太んないね、意外と。糖質が少ないから。この後どうしようか、もうやることないのよ。この後どうしようか、もうやることないのよ。もうそれ、次どうすればいいの、もうやることないのよ。遊園地なんか行ったって配信できないもん。配信できないだろ。今日久々に配信やろうかなと思ってんのよ。配信はね、稼がないとあかんからね。パソコンも疲れたし。ホルモン焼きとかやりたいけどめんどくさいよ。ホルモン俺好きなんだよね。しかも夏場だからさ、暑くてやだよね、変わるなんて。こんな真夏にさ、バーベキューとかやってるとアホなんじゃないかなと思う。まだ冬にやった方がいいよ。火で温まれるからさ。夏とか暑くてさ、もう暑かったらどうしようもできないじゃん、もう。ホルモン美味しいよね。俺ホルモン大好きなんだよ。大人になってからホルモン大好きになっちゃってよ。なんか普通のなんかいい肉とかよりホルモンのが好きかも今。うん。なんかそんななんか A5 ランクの肉とかよりもホルモンのがワンチャン好きかもね。これもうまいんだよな。子供の頃はカルビとかのが好きだったけど、今はねホルモンだね、うん、大人だって大人だって味覚変わるわ。それもちゃんとしたホルモン屋のホルモンがいい。なんか焼肉屋におまけであるホルモンとか美味しくないんですよ。なんか胃腸ホルモンも置いてますよみたいな。
ホルモン専門店のとこが美味しい、うん、ホルモンしか置いてないところが美味しい。わかります。焼肉のついでになんかカルビとかのついでにホルモン置いてるみたいなところで美味しくない。大体種類も少ないし部位も少ない。わかる。丸腸とかさ、油が超乗ってて美味しいっすよね。丸腸をこう焼いて油がさ、油のこのじゅわっとしたあの甘み、油の甘みあるじゃん丸腸って。油がじゅわっとしてじゅわってして、それでいて甘いっていう、あれが美味しいっすよ。わかるわ、丸腸美味しいっすよ。腸系はねすごい油が乗ってるから美味しいよね。甘みがあるのよ。しかもその甘みが素材の甘みなんだよね。なんかもう砂糖とかじゃないのよ。砂糖の甘みとかじゃなく、なんかもうその肉の素材の甘みが美味しいよね。ちょっととりあえずどっか行くか。ただ出かけてここいてもあれなんで。猫パンチさん、何でこんなにお金持ちなの？ホルモン食いたいね。ホルモンの話する。ごめん。ジュジュはあの顔が。ホルモンの話したらホルモン食いたくなってきたわ。カエルホルモンってめちゃめちゃうまいよな。センター長ごきでも俺あんまホルモン屋行かないのよね。好きなんだけど、なんでかっていうとさ、前も何回か配信で言ってんだけどさ、ホルモン屋って行きにくいじゃん一人だと。綺麗なおばさんさん来たねえ。まらホルモン屋って一人だと行きにくいんだよあれ。なんかホルモン屋ってさ、酒飲む人とかがさ行くとこじゃん。あれああいうとこって結構俺酒飲まないからさ、一人で行きにくいんだよねああいうとこで。しかも常連さんとかさ、なんかそういうところ常連さんとなんか店員のなんかさ、店主のなんか仲ができてたりとかすると、一人でポツンって行くと恥ずかしいんだよ。なんか気まずいんだよあれ。自分だけなんか仲間外れみたいにポツンって食ってるのが。でもかといって普通の焼肉屋のさホルモンって美味しくないから、やっぱホルモン専門店じゃないと美味しくないのよ。なんか部位とか食いたい部位とかもさ一部しかないじゃん。なんかホルモン専門店とかだといろんな種類のホルモン、自分が食いたい部位のとこいっぱいあるからさ。ホルモンを油の型から焼く人、ホルモン専門店ですらさ、なんか置いてない部位があったりしたりするじゃん。ホルモンっていろんな部位あるからね。綺麗なおばさんさん、低糖質パン食べてテンションおかしくなった。カインさん、パーティーナイス。千枚みたいな、なんかさ、なんかちょっと気持ち悪いさ、黒い、千枚っていうのかな、黒いなんかさ、なんかひらひらあるようななんかイメージの、なんかひらひらであってるのかな、ひらがあるような、なんかひらわかんないけど、ああいうやつとかさ、あれ食ってもさ、そこまで美味しいもんでもないけど、でもああいうところが置いてあるところがいいよね。なんでかというと、それ置いてるってことは、なんかホルモンの種類が多分いっぱいあるってことだから、そういうの置いてあるところがいいですよ。千枚っていうのかな。千枚自体は別に美味しくないですけど。でもちょっと箸休めみたいな気持ちで、ちょっとたまには つまみたいな。グレフルさんさん、内臓系はうまいよな。シャビーさん、シングルバーは食べれるの？だからさ、例えばさ、油のさ、乗ったさ、超美味しいさ、丸腸とかのホルモンとかを食べて、ちょっと箸休めみたいな。で、油の全然乗ってない千枚とかは、なんか全然美味しくないのよ、あんまり大して、千枚って。でも油が乗ってなくて、で、一回その千枚みたいなのを挟むことによって、で、その後にもう一回、その丸腸とかの、上質な油の乗ってる、まあ、上質なのかわかんないけど、油の乗ってるね、やつを食べるとすごい美味しいんですよ。まあ、ホルモン自体上質なもんじゃないから、上質っていうちょっと表現は間違ってたかもしれないけど、ホルモンがある厚木とか全然なんかこう油の乗ってない千枚みたいなのを一回挟むことによって、もう一回その丸腸の油の乗ってる感じをすごいなんか味わえるっていうか、油乗ってないものを挟むことによって、あ、このやっぱこれはやっぱ油乗ってるなみたいな、でそのなんか油の旨味、そして油の量、このジュワーッとした感じを楽しめる感じ、ルナさん顔がそれがいいんだよね。
だからその千枚とかって千枚自体美味しくないんだけど、丸腸とか他の美味しいあの部位をさらに美味しくね食べるためにあの千枚を挟むみたいな、そういう食べ方よ。まあ、ちょっとねホルモンの2の食べ方かもしれない。これあえてその大して美味しくないものを食べることによってその美味しい部位をさらに楽しめるっていう、美味しい部位をより美味しく食べるためにまあそこまで美味しくないやつを挟む感じがいいのよ。猫パンチさん発達障害の特徴の早口、首里のおばあちゃんユニコーンさん苦しんで吐いている顔、あー俺も誰かとせあれホルモンでも食べに行きたいな。一人だとホルモンやってさ一人だと入りにくいじゃん。聞いてねえよ、一人だと入りにくいからさ誰かとホルモンでも食べに行きたいね。足跡動物さんよしえ、綺麗なおばさんさん確かに入りにくいよね。一人だと入りにくいじゃんホルモンや。もみじさんもんちゃん誘えよ、コブラツイストさん捕まえたわら。ポンちゃんだって俺のこと嫌いだから来ないでしょ。ポンちゃんに俺嫌われてるもん絶対。アホホさん一人席ないもんなわら。もう絶対ポンちゃんに嫌われてるもん。心配してる。ハオシンさんあれパーティーハット消えたポンさんだろ。いやでもさ俺マジでさ生配信系でさ一緒に配信して俺一番多分面白く配信できるパートナーって俺多分ポンちゃんなんだよねマジで。うん、俺なんか前からちょくちょく言ってるけど相性ってあるじゃん。うん、なんか相性ってやっぱあるから、もともと面白い人とかでも相性悪かったら別にそんなに面白くなんなかったりするじゃん。いや俺とポンちゃんのねマジね相性は半端ないと思うんだけどね。俺多分ほんとね生配信者で一番コラボして面白く配信できる自信あるの俺マジでポンちゃんだわ。俺がポンちゃんいじればもう絶対もうなんか多分めちゃめちゃ面白くなる自信あるんだよね正直。まどか花さん韓国人の箸の持ち方、ポンちゃんっていじられた時にめちゃめちゃなんか面白いからさ。いやマジでねポンちゃんとコラボすればねすごい面白い配信をねできるっていう自信はあるんだけどね。綺麗なおばさんさん爆弾さんコラボも面白かったよ。ポンちゃんって素材が面白いから面白いのはあんただよ。いやあんな配信向きな人いないと思うよ本当にマジで。ポンちゃんとかさ、まあ、俺もそうだけど単体だとさ大して面白くないと思うんだけど、コラボして相性がいい時すごい面白くなるのよ化学反応で。だメントスコーラみたいなもんだよね昔の YouTuber とかで例えたら。別にさコーラ単体で飲んでも面白くなんないし、メントス単体で食べても別に面白くなんない。でコーラとメントスを合わせた時にその化学反応的なあのね爆発的なやつでなんか見た目が面白いみたいな、なんかそれと一緒、違うかなこの例え。コーラメントスみたいなもんだよ。ポンちゃんがコーラだとしたら俺がメントスでその2つが合わさった時に面白くなる。楽しい。おばさんさん哲学的やな。さんちゃんさん元気そうで何よりです。いやこ足跡動物さん次はどこ行くの。シャビーさんポンちゃんのこと好きなの。好きではないけど、好きではないけど。綺麗なおばさんさん、シンクさん電池切れたの。
埼玉県長瀞町大麻門野上975番地御さん、今日も元気だ。裁判準備に忙しい。匿名イベント盛り上げ退散ビジネスバッグを3個プレゼントしました。アホーホーさんわら。グレフルさんさん、今日は関東は暑いな、明日はもっと暑くなるらしいね。いやー、だってもう夏にもう近づいてますからね。近づいてるっていうか、だって日を重ねるごとにどんどん夏だからね。十分面白いよ。もう7月っすよ。